皆さんどうも、つるですよ。つるでーす。ね、お元気ですか。お元気です。お元気ですか。お元気ですよ。お元気ですよね。今日も10月なんですけど、早くも10月になっちゃってますよ。もうあと3ヶ月で今年も終わる。早いですね。マジか。いよいよね。早い。いよいよ毎月のようにそういう話が出てくるシーズンですね。10月だよ。ね、人によったら良いお年をの人が出てくるパターンだよ。あるあるある。パターンあります。ね、各地の人ね。まあね、そんな僕らは8月9月制作とライブ、制作ライブ制作ライブで、ようやくアルバムが完全にもう全部完成しましたよっていう直後でございます。はい、どうですか、コンパイですか。コンパイはどっちかというとその9月の後半だった抜けたとこは全然逆に元気。ああ、そういうことね。そうそう、コンパイ中が続いたからコンパイ中ね、ミスターコンパイね。そうそう、ミスターコンパイやってたから、コンパイ明けは急にその、あれでしょ、ストレスを発散するために、なんか家でダラダラしてるでしょ。家でダラダラしすぎてね、逆になんか崩すっていうそういうタイプだから。そう、なんか忙しくてコンパイするぐらいの方が多分調子はいいのかなと、トータルで。まあそうだよね、そういうのはありますね。うん、あります。ガス抜きもほどほどにっていう、はい、僕はその抜きすぎちゃうんです。そうなんだよね、その抜ける時にも本当にしゃうれーって言えるやつ腕玉みたいになっちゃうでしょ。そう、なんかその自分で不安になるぐらいちょっとね気が抜けちゃうんですけども、はい、そんな最近の鶴がお届けするこのコーナー、はい、本日はですね、はい、まあ各会場で、アンケート調査して、はいはい、あなたのツルソングナンバーワンを教えてくださいという、ツルソングナンバーワン選手権、はい、本日は8月度の発表でございます。おー、はい、おーって言ったらすごいこのドラムがね、響く。おーこれ何回目ですか、今回。もう4月からですから、4、5、6、7、8、5回目の開催です。なるほど、はい、前回はなんと、3曲同点1位。そうね、そうね、同率1位。はいはいはい、だんだんこのルールがちょっとね、はい、なんていうのかな、もやっとしてきた、ね、その都度このラインを広げていってる、はい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 、ということで、今回8月の発表でございます、はい、早速ですが発表します、はい、ツルソングナンバーワン選手権8月度の、ナンバーワン曲はじゃんじゃん、いけよ、熱量です。なんで食べたんだよ、わからない、わからない。すげえ俺だけ恥ずかしい感じだったじゃねえかじゃんって言ったから、じゃん、はい、熱量です、熱量、熱量。僕らの、デビューアルバム情熱 CD の、1曲目。おお、だからもう要はそうよ、デビューの1曲目、同じ2回言ったら2回同じこと言ったけど、デビューアルバムの1曲目。そういうことですね。なるほど、ということで、はい、まあそういうことも相まって結構ツルをね、その昔から聴いてくれてる人には、その印象深い一曲なんじゃないかなと、そうだね、思います、これね、今でもライブでやるとね、結構あれ好きですっていう反応もらえたりとか、いまだにあれにこうパワーをね、もらってるかなっていうような楽曲ですね。熱量、なんかこうね、今歌っても全然大丈夫なの。全然大丈夫。むしろ結構さ、たまにやるじゃない。最近思い立ってやろうよっていう時が結構ある曲だよね。俺らの中でも。古い曲の中ではあれちょっと久しぶりにやろうかみたいな。でやればやるだけなんか今の温度感でやれる、なんか曲だね。かね、そう、当時の曲たちを今やるともっと説得力が増すっていろんな曲で言ってるんですけども。それの一つ、熱量はその一つかなっていう、あの時はあの時思ったことをね、その熱量止めないでくれ、好きなようにやったらいいじゃないって、あの当時の俺らが言うのとまた今の俺らが言うの、またその角度が違ったりするじゃない、そうだね、それがなんかすごくね、今いいなと思ってます、でもね、多分当時書いた当時はね、今よりもっとこうひねくれてたというか、もっと斜め目線だったと思うんですよ、自分が。見えてる景色が。なるほど。あの、斜め秋のが絶好調のシーズンだな。ピーク時ですね。斜め、そうですね。斜め。だいぶそうそう。ずっとこうやって生きてたから。何に対してもずっとこうだったから。まあ今もそういうね、名残は、要所要所あるんですけども、そのね、斜め目線、
なんかこうね、食べたいだけ食べればいいって言ってるじゃない、うん、なんかねそういうところに現れてるんですよ自分の中で。好きか嫌いかわからない、寂しすぎじゃありませんかっていう歌詞もあったりするんですけど、うん、あれ実際自分のことでもあるんだよ当時の、うん、心の中じゃ答え出てるって決まってんだけど、うん、わかんねえやっていうさ、うん、なんかこう斜めな俺がストップさせるわけよ、うん、はいはいはい、そうだから、うん、まあ、あれも、うん、自分のために歌ってますそういうとこあります。あ、ね、熱量ね、自分の熱量止めないようにっていうのもありますから、ね、だから今歌えてるのかもしれないね。そう、ようやくそのね、うん、斜めがちょっと外れてきて、こう、うん、俺もそうだし、ね、キメラの熱量も止めないでくれよっていうのがもう少し大きな愛で包めるようになってきたなと、うんうん、思ってるので。あの頃でもデビュー最初のアルバムだから、うん、熱量もだいぶこう、なんていうのかな、すごい火力だったじゃない火力熱量の熱量、熱がなんかこう、うん、バーナーぐらいな感じだったでしょ、うんうん、多分今歌うと炭火みたいなね、あ、赤外線で、ね、そう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 、だからうまいんだかうまくないかわからないそういう表面を焦がすだけじゃないぞと、確かにね、内側までこうホットにしていくぞっていう、今俺だからなるほどね。でもそのデビュータイミングのこれからそうやって行こうぜっていう人たちと、これ15年やってきて止めないで来た人の言葉っていうのまた説得力が変わるんじゃない、うん、まあそういうのは大きいかもね、メッセージとしてね、炭火ってことでしょ、うん、いやうるせえな、なんで炭火に持ってこそういうことでしょ、ヒューヒヒュー出た、久しぶりだね、炭火久しぶりです、どうもです、お久しぶりです、ハロゲン、ハロゲンヒーターと行き過ぎたな一個いらないんだよね、一個いらないんだよな、炭火で止めてくれ、でもいや、そんな樋口郎先生からじゃあ曲紹介の、あ、わかりました、お願いします。じゃあ今の鶴が、鳴らす熱量もいいですが、はい、当時のね、バーナーの時にレコーディングしたこの熱量を聞いてください、どうぞ。赤外線の頃は言わねえんだよというような見出しだけに踊らされた痩せ細った時代さ、食べたいだけ食べればいい、手当たり次第触れてみりゃいい、やがて身となり骨に変わる今は
はい、熱量、はい、はい、まあ当時を思い出すには十分な、何、ちょうどいいナンバーというかね。そうだね、やっぱメジャーデビュー1枚目のアルバムだから、その1曲目ってなんかすごく、力みというか、なんか考えた気がするんですよね。うん、なんかね、例えば恋のゴングでもよかったはずなんだけど、1曲目そう、ね、恋のゴングがそれこそデビューシングルなので、うんうん、だからアルバムも一発目恋のゴングでもいいんじゃないかっていう案もなんかあった気がするんだけど、うんうんうん、そこも多分斜め秋野が、おいや、アルバムの1曲目はなんかアルバムの素敵なナンバーで幕開けたいっていうのがきっとあった、うんうんうん、だから熱量はトップに来たなって今なんかこう思い出してきましたね、うん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 、当時はね、しかもこのアルバムは、夏の魔物というね、シングルをプロデュースしてくれたホッピーじゃない、ホッピーさんじゃない、ホッピーさんホッピーさんじゃない、ホッピーさんの前でした、その前のプロデューサー、スパムさん、はい、カタカナ、カタカナしかもパピプペパピプペ、はい、パ行ですね、うん、スパムカスガイさん、はい、ですね、まあ、お願いして、そのまま夏魔物からそのアルバム全体も、プロデュースしてもらおうので、これは熱量も現場に行ってくれてるし、うんうん、あとこのアルバムでいうとね、引力、引力はねこのアルバムに入ってないんですよ。あれアルバムじゃないんだ。アルバムじゃないですよ。あれ引力はカプリングのカプリングが、はい、まだスパムさんにやってもらったシーズン、シーズン、シーズンもそう、スパムさんそれでも引力のピアノ弾いてくれたりとか。そうだよね、ご本人はですね、本職はパーカッション、うん、そうだよね、パーカッショニストでいい、うん、多分パーカッショニスト、イストパーカッションの N にイストって、そう、本職なんですね。だから当時も今もやってるから、鈴木雅之さんの後ろでこうやったりしたり、たまにテレビで見る、うん、見たりするね、ちょっとお痩せになってね、お痩せになって、カレーは飲み物だって言ってたんです当時カレーが、そうですね、狭いレコーディングスタジオでね、デブ撮りまーすずるいよね、だからねすごい美味しいキャラの人だったんですけどね。そうだね、はい、まあ本当はパーカッションの人なのに、だからそういうプロデュース能力にやっぱ長けてて、いろいろ機材扱えたりとか、鍵盤もバリバリできたりとか、当時しかも最近サックス始めたんだよね、言ってた、なんかね、そういうなんかこう何でもこう対応できるタイプのすごいハングリーな人だったなと、で面白い人だから、ね、ずっと笑ってた現場だったなと、思ってます。そんな当時のスパムさんとやっていた、まあ、楽しい空気っていうのもね、まあ、詰め込まれているでしょう。でしょう。そうね、あれのおかげでなんか俺らレコーディング楽しいとこあるかもしれないもんね。いまだにね、張り詰めてないとかさ、ある程度いいリラックス感で、当時から緩いもんね、うん、そのバンドね、緩いらしいんですよね。ね、でもそれはプラスに働いてるよね、うん、あんまりこう殺伐としたレコーディングはしないね。しない、しないね、うん、しないはい、スパムさんありがとうございました。ありがとうございました、はい、というわけでいかがでしたでしょうか、うん、8月のスルソングナンバーワンはですね、熱量ということでございました、うん、皆さんこれからもね、その熱量を止めないで、お互い止めないでやり合っていきましょう、うん、よろしくお願いします。で、新しいアルバムをね、はい、今のちょっと熱量をボンと詰め込んで、はい、またそのもっと広いね、なんかこう攻め方というか、うん、絶対なんか満足してもらえるんじゃないかなっていう、作品ができたんで、はい、10月25日発売です、うん、アルバム僕なり、ぜひともそちらもよろしくお願いします。ライブもいっぱいあるよ、全部行ってもいいんだけど、まあでも今ホームページで見てくれてるわけだから、そうだよね、その流れで見てる、うん、まあまあまあ、来年結成15周年でね、東京は3月31日に赤坂ブリッツで、うん、その翌週4月の7日大阪はビッグキャット、うんうん、どちらもね、ワンマンっていうその感謝祭みたいなです、東西大感謝祭です、はい、全国からこうソウルメイト集結、うん、それでおめでとう、ありがとう、おめでとう、ありがとうっていう一日です、はい、さすがソロやり集結してね、はい、ぜひね、祝いに来ていただきたい、ね、俺らは祝われる気で、行きますんで、
とりあえず東京から、うん、東から北の人は、うん、とりあえず、まあ、全員東京公演には最低でも来てもらう。そうね、最低でもね、うん、で大阪から西南の人は、うん、とりあえず大阪には最低来てもらって、うんうん、じゃあ真ん中の人はどうする？真ん中の人は両方で名古屋とか中部の人はもう両方両方、なるほどね、両方かぶっていただいて、うんうん、頑張ってです、うん、よろしくお願いします。中部地方頑張ってください。課せられたね。そうそう、課せられました。そうなんです、はい、なのでまたライブハウスでもワイワイしましょう。というわけで8月のツルソングナンバーワン選手権でした。ご視聴ありがとう。